はい、どうも、たせです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日の動画はオーバーオールの着こなし方について紹介します。オーバーオールといえば結構ね、皆さん子供っぽくなったりとか、カジュアルすぎるとか、着こなし結構難しいじゃんって思うんですけど、オーバーオール本当に僕も舐めてました。めちゃくちゃ楽だし、なんなら結構カジュアルダウンさせるのもやりやすかったりとか、あとはね、割と物によってはそのオーバーオールでも子供っぽく見えないアイテムもたくさんあります。なのでまあそもそも最初からオーバーオールの選び方をちょっとね、工夫したりだったりとか、着こなし方で全く違った印象に見えるので、まあ、そういったところで、どんどんオーバーオールの差別化っていうところをね、測っていければなと思います。でやっぱりこう結構メンズでオーバーオールを着るってあまりスタイリングがまだ見ないので、見ないってことは差別化しやすいということなんですよね。なので他の人とはちょっと変わったおしゃれを楽しんだりとか、多分オーバーオール着ちゃうとメンズの方ハマっちゃいます。めっちゃ楽です、正直言うと。ちょっとトイレする時だけ大変なんですけど、まあ、それ以外省くと本当にね、すっごい簡単に着こなしも決まりますし、なんなら僕今日も1枚で着れるようなジャンプスーツっていう、オーバーオール以外にもこういったオールインワンみたいなね、ジャンプスーツって1枚で完結するような服みたいなのも市場には出回ってるので、まあ、そういったところを今日はお話しできればなと思ってますし、僕自身結構今ねかなりハマってるので、ちょっとその辺の熱量とかもね見ていただけたらなと思います。では早速本日も行ってみましょう。はい、ということで、オーバーオールの、今回、説明というか着こなし方をね、説明していくんですけど、まず1つ目がホワイトのオーバーオール、2つ目、ブラックのオーバーオール、3つ目がデニムのオーバーオールということでご紹介したいなと思うんですけど、まず1つ目からいきます。白のオーバーオールなんですけど、これは今回結構カジュアルめなスタイリングに寄せました。1つ目がこのロゴものと白のオーバーオールを重ねてるって感じで、まあ、白のオーバーオールっていうことは、本当にパレットと一緒でいろんな色を乗せても白なので、結局何色と何色を合わせようかっていう、結構ね自由度が広いんですよね、白のオーバーオールって。でもちょっと着こなしで綺麗めに寄せるのは割と難しいので、白のオーバーオールはもう逆にカジュアルに振り切った方が絶対可愛くておしゃれになるかなと思うので、できるだけ白のオーバーオールは振り切ってあげましょう。ちょっと綺麗に寄せたい方は白シャツで合わせたり、今回僕はロゴティーを合わせました。でロゴティーの色に合わせてスニーカーだったり小物をどんどん寒色寄りに合わせていっております。でこちらは、白の、白ボディの T シャツにロゴでブルーが入っていて、で足元をコンバースのブルーで拾っております。ってなると目線が上と下でしっかりと挟まれた印象になるので、すごい感覚が綺麗なんですね。例えばこれ帽子も青なんですけど、帽子と背中と足元、なんなら首元にもこれ青を入れてるので、ポイントで、青を挟むことによってバランスがすごい取れた、スタイリングになります。なのでできるだけ、こういった白のものはもう色物で頭だったり首だったり、まあ、手首でもいいですし、あとはそのシューズってところでポイントで色物を挟んであげることによって、主体のコーディネートは白なんですけど小物で色を添えてあげることによって、すごいねのっぺりした印象にならないっていうところが、まあ、一つ僕が今回、考えさせていただいたコーデなんですけど、やっぱり白ってどうしても太って見えたりとかのっぴりして見えたりっていうところはあるので、今日は何色着たいなみたいな、今日はグリーンにしようってなったらグリーンの色をサンドイッチしていろいろ合わせてあげるとか、3色から2色の色味を混ぜてあげてコーディネートしてあげるとすごいコーディネートしやすいです。白って単品で見るとうわめっちゃ難しそうって思うんですけど、全然そんなことないので、ぜひよかったらチャレンジしてみてください。できればカジュアル寄りのスタイリングか、もし白シャツで合わせたい方は、レギュラーカラーっていうよりかはスタンドカラーとかで合わせてあげると首元すっきりするので、あまりこうフォーマルしすぎずちょっと程よい、こなれ感が出て綺麗に合わせられるかなと思います。女性の方はねブラウスでもいいかなって思うので、袖コンシャスしてるようなデザインのあるものを選んであげるといいかなと思います。次こちらですね、ブラックのオーバーオールでございます。
で、ブラックのオーバーオールは結構ね、これは逆に綺麗に寄せてた方が僕は個人的にいいんじゃないかなって思ってて、ストレートよりでもいいんですが、今回は僕はちょっとパターンを増やしたかったので、今回これ綺麗めに寄せております。足元は革靴で合わせたりとか、中のインナーに合わせてるものは、ブラックのものなんですけど、まあ、オールブラックでもいいんですけど、少し、僕はここで遊びを入れたかったので、柄シャツを入れております。で、こうオーバーオールの横から出たりとか、後ろから見えるこの柄の印象ってすごい新鮮なので、できる限りこういった、インナーには、柄のものを入れてあげると、ワンランク上のおしゃれを楽しみたいみたいな時には、個人的にはおすすめします。できれば黒主体、黒メインのシャツとか柄物とか、ボディは黒だけど少し遊びの効いているような、アイテムを選んであげるといいかと思います。で、革靴もこれは T スラップで合わせてるんですけど、今回のこのオーバーオールに関してはこの金属部分ですね、アジャスター部分が全部ゴールドだったので、小物もそれに合わせてゴールドを足しております。例えば T スラップのストラップもゴールドだし、カバンの留め具のところもゴールドで、縁もゴールドみたいな感じで、少しそこのアイテムの部分も統一してあげると全体に統一感も出ますし、今回のブラックのこの柄がブラウンだったので、ブラウンとね、ゴールドってすごい、色なじみもいいので、まあ、そういった点で、色を細かく調整させていただいております。細部に神は宿るじゃないですけど、まあリアレイジの森永さんの言葉なんですけど、本当にこう細部で結構印象って変わってしまうので、できるだけなんか少し細かいですけど色を統一してあげたりすると、洗練されたスタイリングにもなったと思います。で、3つ目がこちらですね。ポロシャツ×デニムのオーバーオールということで、結構ね、これは子供っぽくなると思います。でもそれはそれで僕は逆にありだなと思っていて、なんかこう子供っぽく見えるアイテムだからこそ、ちょっとたまにはこういったカジュアルっぽく見せるってのも一つありなんじゃないかなって個人的には思います。なので、こういったちょっとミニ襟のポロシャツだったりとか、ミニマルな あんまりデザイン性のないポロシャツを合わせたり、特にこれオーバーサイズのポロってよりかは、それがレギュラーのサイズだったりとか、そんなゆったりとしてないポロでもいいのかなって思ってます。で、スニーカーもちょっとこうクラシックな、ニューバランスの237を合わせて、どちらかというと結構カジュアル寄りに振って、割とこうレディースっぽい、雰囲気に今回寄ってるのかなと思います。なのでレディースの方もこういったね、たまにこうスタイリングもありなのかなと思いますし、メンズもこうシーンによってはちょっと可愛らしいスタイリングも個人的には好きかなと思います。僕のこだわってるポイントはシルバーアクセサリー結構つけてるんですよね。シルバーアクセサリーつけることによって、やっぱりこう子供っぽい印象というか、少し綺麗見えする印象、こう腕周りにシルバーが見えるだけで少しキラッとしてラグジュアリーっぽい印象には見えるので、できるだけアクセサリーってところはこだわってあげることがいいかなと思います。で、これはカバンとシューズのバーガンディですね、エンジの部分をポイントで合わせております。まあ、そういったところの細かい調整も、おすすめかなと思いますね。僕は意外とこういうの好きです。例えば秋冬になってこれにジャケットを羽織れば子供っぽくなりすぎず楽しむことができるので、子供っぽく見えすぎるな、嫌だなと思う方はジャケット合わせたりとか、上からシャツ着たりとかっていうのも一つ手かなとは思うので、ぜひともね、こういったカジュアルスタイルも楽しんでみてください。本当にオーバーオールってこう見ると合わせる中身で全く印象が変わったりとか、持ってくる色で全然雰囲気が変わるので、こういった着こなし術って少し意識するだけで全くアイテムが違うように見えるので、ぜひともおすすめしたいのでやってみてください。ということで、ぜひメンズってね、レディースと違ってスカートだったりとか、あんまりワンピースっていう種類がなくて着こなしの幅が少ないと思います。なので、できるだけこうオールインワンだったりとか、まあ、セットアップ見えするようなアイテムを一つ、取り入れることによって普段のワードローブがまた新鮮になって、コーディネート楽しくなると思うので、ぜひとも取り入れてみてください。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。今回は、オーバーオールの着こなし術についてお話ししてみました。この動画が良ければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。てつでした。ありがとうございます。他のスタイリングもインスタグラムウェア等で見れるので見てみてください。では、バイバイ。